私には姉がいる。昔から体が弱くただの風邪でも肺炎寸前までこじらしてしまう。ごほ、げほ。お姉ちゃんしっかり。この漢方が効くらしいぞ。苦いけど我慢して飲むのよ。微熱でも出るたびに家族全員で心配し、体が丈夫になるよう様々なサポートをした。けれども大人になっても姉の虚弱体質が治ることはなかった。そんな姉だが体が脆い反面、心はとても強い。虚弱体質というハンデをもろともせず黙々と努力し、東京大学に入学した。それから資格を取り、今では立派な弁護士だ。高校までもいくつもの優秀な成績を残し、後に私がその高校へ進学すると、伝説として語り継がれていた。一方で私はというと、勉強は点でできないろくでなし。唯一誇れることといえば体が丈夫なことだけ。長身で色白の姉とは対照的にチビの色黒。どうしてこんなに正反対なんだろう？そんなこと気にしなくていいのに。真由美は私と違って運動もできるし、ちっちゃいところが可愛いじゃない。私にない魅力的なところがいっぱいあるのよ。姉はそんなことを言って、私を世界一の妹と可愛がる。私が転べばすぐに絆創膏を持って駆けつけるし、勉強ができない私に根気強く家庭教師してくれた。部活の大会には仕事で忙しい両親の代わりに応援に来てくれた。真由美頑張れ、勝てるよ。よく頑張ったね真由美。勝ててよかったよ。どうしてお姉ちゃんが泣いてるのよ。そんなお姉ちゃんに少しでも近づこうとテニスだけは頑張った。努力の甲斐あって徐々に大会でいい成績が出せるようになった。でも、学校生活は順風満帆とはいかなかった。え？シューズに泥が、明らかに恋にされたものだった。私は心臓がずんと重くなり、張り裂けそうな思いだった。次の日も、その次の日も、連日似たような嫌がらせが続いた。教科書にアクエリアスがぶちまけられてたり、ラケットのガットが破かれてたり、犯人は同じ部活の先輩たちだと分かった。嫌がらせの理由は私が先輩たちよりもいい成績を取っていたから。ふふふ、これで少しは懲りた？ちょっといい成績出したからって、調子に乗るんじゃねえよ。とても悔しかった。でも、両親には言わなかった。心配されたくなかった。家に帰ると、布団に包まって一人で泣いた。真由美。どうしたの？そんなに泣いているなんておかしいじゃない。学校で何かあったんでしょ？お姉ちゃんに話して。お姉ちゃんには速攻でバレた。あれだけ穏やかなお姉ちゃんの顔が真っ赤になって半夜みたいだった。それからよく朝までパソコンやら電話やらいろいろしていた。そして朝になったらそのまま一緒に登校。このあざ、自分では絶対につけられない位置ですね。明らかに誰かに恋につけられたものです。彼女たちにラケットで殴られたのは間違いない？はい。顧問の先生、これは立派な傷害罪ですよ。そんな、私たちやってません。そう。嘘をつくとさらに罪を重ねることになるわよ。まあいいわ。それじゃあこれはどうですか？シューズには土が盛られ、ラケットのガットは刃物で割られています。こんなことを自分でするはずがありませんよね。器物破損です。教科書はこんなにふやけていて、アクエリアスの甘い匂いがします。ちょっと待ってくださいよ。確かに恋にやられたものもあるだろうが、全部がそうとは限らない。これはバッグから漏れたという可能性も。うちではアクエリアスは持たせませんし、家に在庫もゴミもありません。お疑いになるなら水筒を鑑定に出しても結構ですよ。麦茶の成分以外でないはずですから。まだ疑うというのであれば、決定的証拠があります。姉はそう言うと先輩のカバンを指さした。そこの彼女がカバンにつけているキーホルダー。それは私が妹の誕生日に友人に頼んで作ってもらったオーダーメイドです。これは友人に署名してもらった証明書です。盗まれたということで間違いないね。あなた方も黙っているということは、罪を認めていると判断して構いませんね。罪を認めますかって聞いてるのよ。ひひ。私たちがやりました。ごめんなさい。真由美さん。彼女たちは今年が最後の大会だから。このくらいで。最後の大会？
だからなんですか？まさか、こんなに陰湿な嫌がらせの事実に目をつむれと？驚きましたね。それが教師の言葉なんですね。許しませんよ。被害届は絶対に出します。どの道大会には出られませんね。彼女たちには更生の余地があるはず。私どもとしては子供の未来を積むようなことは。わかりました。加害者をかばうということですね。それがこちらの学校の方針と、今までの会話はすべてレコーダーに記録してあります。彼女たちが罪を認めた事実も、あなたたちが加害者をかばったという事実もしっかりと、裁判では有力な資料となりますよ。それは。あら、困るのですか？それがそちらの方針なのでしたら胸を張っていたらいいじゃないですか。まあ、胸を張れるわけがないですよね。本当は彼女たちを更生させたいわけじゃないでしょ？マスコミが食いつくほどの大ごとにされたくないんですよね。大の大人たちが口を挟む隙すらなかった。何を泣いているの？本当に泣きたいのはこんな被害を受けたうちの妹。自分に危害が加わって初めて後悔した？反省した？反省したのなら、潔く罪を受け入れなさい。妹を傷つけたことを心から反省しなさい。妹に謝りなさい。二度と人を傷つけないと誓いなさい。ごめんなさい。もう二度としません。校長先生。こちらの要求はこの子たちの退部と妹の安全の保障です。それから、校内での聞き取り調査。どうせ妹以外にも嫌がらせをしていますよ。今は反省していても、しばらくすればまた同じことを繰り返します。一度社会的制裁を与えるくらいじゃないと学習できないんですよ。そういう人種です。言っておきますが一つでも違えたら裁判を起こしますから。マスコミに要求されればこのレコーダーも渡します。わかりましたか？わかった。約束しよう。正直言ってこの時のお姉ちゃんは本当に怖かった。一歩間違えばこの人は本気で裁判まで持っていく。全員がそう感じたに違いなかった。その後先輩たちは退部を余儀なくされた。ちなみに私への報復を心配する人もいるだろうが、お姉ちゃんは結局先輩たちの家族にまで話をつけ、二度と嫌がらせをさせないという念書を書かせていた。まさかうちの子がこんな。うちの妹に仕返しを目論むと思います。そんなことをさせないようしっかり教育なさってください。それからお姉ちゃんの言っていた通り、先輩たちがクラスの生徒に対して嫌がらせをしていた事実が発覚した。そしてこっちの事実の方が大きな問題になってしまった。嫌がらせの内容が極めて陰湿だった。その事実はあっという間に噂が広まり、先輩たちは結局、退学に追い込まれたのだった。その後、私はというと、おめでとう、まゆみー。あはは、お姉ちゃんありがとう。大会で地区大会を初めて突破することができた。お姉ちゃんは鼻水を垂らして泣いてた。お姉ちゃんはちょっと行き過ぎたしスコンかもしれない。けれど恵まれない体をものともせず努力して結果を出して、時には人のために必死になってくれる最高のお姉ちゃんです。